こんにちは、メイキャップアーティストの石川祐希です。前回アイシャドウ編だったので、今回はライン編です。全体のアイシャドウがすごく淡いので、その分ラインはしっかり黒をのせてあげてください。まつげとまつげの際を意識してください。丁寧に丁寧に埋めてあげてください。ペンシルタイプで3分の2ほど描き終わりました。3分の2ほど引き終わったら、リキッドタイプで次仕上げます。はい、同じとこを往復してあげます。一度ラインを2回描くことでよって黒に深みが出るんですよね。目頭を丁寧に端まで引くことによって目のフレームがはっきりするんですよ。そうすることによって前回のアイシャドウ、淡いアイシャドウがすごくはっきりするんですよ。ペンシルとリキッド、この2つを使いこなすことによってすごい綺麗なアイメイクを仕上げることができると思うんですよ。なのでペンシルは際をしっかり描きたいとき、リキッドは細かい動きをしたいときにおすすめです。特に全体を淡いメイクで仕上げたいので、黒、すごい真っ黒をおすすめします。逆にでもピュアさを損ないたくないので、際に描くことによって目をはっきりさせたいですよね。韓国メイクの一番の特徴ではないでしょうか。涙袋、エギョサルっていうんですけど、少しちょっと笑っていただいて、そうするとここに涙袋の影が出ると思うんですよ。そこを目指して描いてあげてください。こういう風に。これが、アイブロウ用のリキッドになるんですけど、薄く描けるので涙袋線を描くにはすごくおすすめです。ティーン向けのメイクだったらこのままでもいいんですけど、ちょっと大人目であくまでも主張しないような感じにしたいので、必ず終わった後に綿棒で少し縁をぼかしてあげてください。アイメイクと溶かすように、なじますように、ひっそりと隠すように、こうやって丁寧にバランスを見ながら線をぼかしていきます。目がぼやけやすい人はこの後にインライン、茶色のペンシルタイプで目尻3分の1ほど引くことによって、さらにこの全体の目のフレームがはっきりするので、韓国っぽいこう垂れ目のでも力強いアイメイクになるんじゃないでしょうか。全体のアイメイクはこれでおしまいです。あとはお好みでアイラインとか、ラメを足していただいたりすればいいと思うんですけど、少しこう立体感が出るように、なじますように、仕込むようにラメをのせていきます。すごくこう目全体の輝きが、立体感が自然に生まれます。パニルメイクでは、マスカラがマストではなくて、なぜかというとアイラインの際フレームをはっきりさせたので、マスカラをしないことによって抜け感が出ると思うんですよね。根元だけ上げることをお勧めします。でこの時も全部上げてしまうとパッチリしすぎてしまうので、僕は根元だけをこう軽く上げることによって全体のバランスが取れるんじゃないかなと思います。